末吉凪さん、高校3年生の棒高跳びの選手です。2歳の時に難聴と診断され、補聴器をつけなければ周りの音はうっすらとしか聞こえません。わずか1年余りで聴覚障害者の世界大会デフリンピックの日本代表に最年少で選ばれ、なんと銅メダルを獲得しました。めちゃめちゃ楽しいです最高やっていうぐらいでめちゃめちゃ楽しいです。快挙を達成するまでに苦難を乗り越えた過去があります。活発な子やったんで、全くその心配してなかったんですよね、いろんなことに対して。凪さんの母、末吉理香さん、凪さんの難聴が判明した時のことを振り返ります。物おじしい貧困やなっていう感じやったんですけど、実は聞こえてなかったんやろうなって。病院へ行って重度の難聴ですって言われたんですよ。その時に車で行ったんですけど、主人とどうやって帰ってきたか覚えてないんですよね。小学生の頃の思いが作文に綴られていました。私はいつも教室で笑うことがなく、一人で過ごしていた。私は遊び方や話の仕方がよくわからなかった。お母さんから昔の作文ちょっと見してもらって。作文？何見してんのあの人、やば。マジでやめてほしい。それもうちょっとしたことでボロ泣きして、でも無理ってなって死にたいとか言うような感じやった。なぎさんの通う高校ではなんと乗馬の授業があるのです。なぎさんは昔から馬が大好きで、身近に馬と触れ合える環境に惹かれ、北桑田高校に入学しました。高校選んだのも結構馬の存在って大きかったですか？大きいです。もう馬がいるって聞いた時に、あ、もうハッピーやわ陸上と馬やったらどっちが好きですか？同じぐらい好きですよ今気になってた北桑田高校は全校生徒170人ほどの小さな高校です。凪さんの入学をきっかけに授業にも工夫が。教師はマイクをつけて声をなぎさんの補聴器に送っています。この学校で陸上の才能を開花させる出会いがありました。いや、担任で目の前に座っててボタカしたらって誘っただけですまあ初めは全然やっぱ馬の方がメインやったので意識も下の方やったんですけども、やっぱ記録が出だすと自分から積極的に、やっぱこの一緒のメンバーがね、いいメンバーで助けてもらってる面が多いと思いますね。まず、まあ、目についたのがその、まあ、補聴器でしたけど、仲良くなるのも、まあ、早かったですね。同じ種目だったんで、上位食い込んでるのにこっちがなんかドベだから、なんか悔しいと思いますね。悔しいわ。仲間たちと同じ大会に出て同じ目標を目指す日々も残りわずか。高校生活最後の大会が近づいています。棒高が楽しいっていうよりもみんながいるから楽しいっていうのがあります。この部員で大会に出れるのが最後って思うと、じゃあ楽しもうって思います。優勝とか
狙っちゃったりします狙っちゃいますごめんや、いや俺もごめんや、距離取れよ。部活が終わると帰る先は近くにある高校の寮です。親元を離れ自分の力で生活したいと寮生活を選びました。教室でいつも一人で過ごしていた少女には今多くの仲間がいます。全部のおかげだと思いますよ。寮で一人で生活することも、まあ、それのおかげでもあるし、友達がいてくれたおかげでもあるし、まあ、なんせ先生とかそれもあるし、全部のおかげでここまで変われたんちゃうかなって思います。仲間と一緒に出る大会、それは京都府インターハイ。今月4日全国大会につながる高校最後の大会が始まりました。保護者の観覧が3年ぶりに叶い、お母さんも応援に駆けつけました。コロナでずっと試合会場に来れなかったので初めて見るんですけど、最後の試合なのでね、悔いが残らないように自分らしく頑張ってもらえたらいいなと思いますね。選手を呼び出す声を聞き逃してしまうと失格になります。凪さんの補聴器は会場内すべての音を拾います。コールが外して聞こえてきます。今でもだいぶ聞こえないです。あ、そう。ちょっと今日聞こえにくい。あ、女子棒高跳びで近畿大会に進めるのは上位4人。凪さんの1回目の跳躍。失敗しましたね。大丈夫かな。近畿はレベル高い。競技に集中できず肩の古傷も痛み出します。そこで凪さんが取った行動は、大切な補聴器を外し音のない世界で競技に臨むこと。外してみたこと見たことない。見たことないです。外に出るときは怖いので聞こえないと、なので補聴器を外したことがなかったんですけど、音が全く聞こえなくなるので。近くにいる仲間たちが先生の言葉を凪さんに伝えます。それでは優勝されました。音のない自分だけの世界で次々と跳躍を成功させます。他の選手たちも負けじと食らいつく中、ついにバーの高さは3メートルに到達。飛べるのは3回まで。以上8選手で第3組です。1回目2回目と立て続けに失敗、そして迎えた最後の跳躍。結果は5位。入賞したものの近畿大会への出場はかなわず、凪さんの夏が終わりました。一歩踏み込めたし、普通の大会でも補聴器外して飛べるっていうのが分かったんで、そこまで悔しくはないですね。かっこよかったです。生で見たのも初めてやったんで、間近で見れてよかったです。でも次に大会に出た時に、あいつやべえって言われるぐらい極めて強くなります。棒高跳びに出会い、自分を変えることができた高校生。その目はすでに次の舞台を見据えています。